ルモイ港は北海道ルモイ市にある港湾、港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。ルモイ港はルモイ市をはじめとするルモイ新興局や旭川市を中心とする上川、空地地方の流通拠点港、日本海を漁場とする沿岸漁業の基地としての役割を担っている。南防波堤は激浪による稽古な難航時であり、停滞の移動や 改修の歴史などから、ルモイ港南房波堤として、土木学会戦勝土木遺産に選定されている。港湾施設三省外革施設経流施設に裁き、施設緑地ルモイ市街とルモイ港周辺の空中写真撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。かつてのルモイ側の川口付近には、アイヌ語で、 ルルモッペと呼ばれているアイヌの集落があり、場所を受けおい制が始まるとルルモッペにも交易船が行き交うようになり、運乗屋が開かれた。明治になると、漁獲物や木材を本州へ運ぶ和船や西洋型の小船が、出入りが増加したため、イギリスの技師であるチャールズ・スコット・メイクによる調査、計画を機に執行運動が活発になった。そして、1九0年に国による実行が認められ、 翌年の第一期宅殖計画の一環として工事を行った。工事は計画変更や事業期間延長などの影響によって第二期宅殖計画に引き継がれた。1929年からは、ルモイ鉄道が炭行線付設に岩壁築造を含む工事を行って1932年に竣工しており、日本国内で初めて民間業者が実行に携わる事業となった。なお、 近代化したルモイ港は1933年に竣工した。ルモイ港の近郊には大和田炭鉱など複数の炭元があったため、港には石炭積み込み機が設置されて石炭の積み出し港として発展したほか、木材の輸出も顕著であった。戦後になると高度経済成長の中で大型の昭波ブロックによる南防波堤の再構築、西防波堤の整備など、 港湾機能拡充を図った。また、石炭から石油へのエネルギー転換によって、ルモイ港は、コタン浜地区や三ク地区に大型岩壁を整備し、流通拠点港としての機能強化を図っている。2017年12月26日、西防波堤にあるコンクリート製の南東大設置、高さ約14.6メートル、直径約2.7メートル、位置が、 土台から3メートルを残して折れているのが見つかった。26日は最大瞬間風速30メートルを超える暴風雪を記録しており、高波で倒壊したとみられる。ありがとうございます。